いい具合に入れればっていうのは考えます。っていうか、あの割と雑用を考えてるとほんのちょっとことで豆がダメになっちゃうんで、いる豆が行き過ぎたりしたらもうダメなんで、今アイスだけど、アイスも行き過ぎたら当然炭になっちゃうというか、鹿みたいな味になるし、朝買ったら今度は関係がないし、やっぱりそのことだけですね。引退して元盲導犬の引退犬なんですか。2歳から10歳までだから8年間仕事したんですね。ドッグランは盲導犬専用のドッグランなんで、普通のワンコはちょっとドッグランのところは今入れないんですけど、でもここは普通に普通のワンちゃんでも店の中入れますので、来て一緒にこうご飯食べたりとか